皆様おはようございます。50歳で育児中、ニューヨークのコリンゴでございます。最近ニューヨークめちゃくちゃ暑いです。キッチンに、クーラーがないんで失礼いたします。さて今日ですね、こちら離乳食編、卵。前回ね、卵をパスしたイエーイなんて言ってたんですけど、皆さんのコメントで卵は黄身じゃなくて白身の方がアレルギーが出やすいと。ありがとうございます。私はてっきり黄身さえクリアしてれば卵はもうパスしたものだと思い込んでしまってまして、白身の方がアレルギーが出るということで、今日アレルギーチェック白身編いきたいと思います。こちらね、どうやって白身をあげようかなと。黄身の時はね、黄身をいやもう固ゆでにして、20分固ゆでにした黄身を大好きなオートミールに混ぜたんですけど、白身だけをすり身みたいにして、オートミールに混ぜて食べさせようかと思います。でピーナッツバターでね、かなり皆さんから反響というか怒られましたね。なんかね、小児科医にね、ピーナッツバターとか試す場合はね、ティースプーン2杯弱より少なめにあげてくださいって言われてたんでね。でもティースプーン2って結構多いんで、ティースプーンにね、4分の1ぐらいの量をめちゃくちゃ水で薄めてオートミール混ぜて、それで食べさせてたんで、あまり一口二口ぐらいだとわからないかなと思って、結構食べさせたら怒られましたねすいません。日米結構下がったりもするなぁなんて思いながら、まあめげずに動画あげるのでサポートよろしくお願いします。じゃあ今日白身で、白身ももう皆さんのご意見の通りにアレルギーが出るっていうので、まずすり身にして、すっごい少量ですよ。少量をとりあえず一口二口から始めろって日本では言ってるみたいなんですけど、じゃあ中を取って4口ぐらいあげてみようかちょとりあえず量をどのくらい、もうすっごい白身も少なめにして作ってみようかと思います。はいはい、じゃあ卵ね、皮むきまして、 あとね皆さんに言っときたいんですけれども、なんかピーナッツバターの件であんなにバクバク食べさせて見てられないですとかいうコメントいただいたんですけど、もちろん私もそこまではバカではないので、異変とか起こったら動画なんか上げてる場合じゃないじゃないですか。動画を上げられてるっていうことは、アレルギー食品パスしたんだなって思っていただければ、上がってない食品があったら、もしかしたらコリンゴさんの息子さんアレルギーあったのかなって心配していただき、そう、動画が上がってるから、もうこれあれで君でね、アレルギー出てたら動画なんか編集してやる場合じゃない。すぐ医者に行ってて、さすがにそこは動画には載せられないんでね、動画に載ってるってことは安全だったんだなと思っていただけると。じゃあ本当にちょっとだけね、君ちょっとだけ、すごいアメリカだから手でガサッとやっちゃうけど、日本のね YouTube 見たらすごいナイフとかで綺麗に切ってたんですけど、パカーンってねこんなになったんですけど、本当は君は君でまた後でね、そうよいしょ。じゃあこれの本当にこんくらいで、これ多い、これ多いかな、でもこれちょっとすり身にして、これをね、はい、これをもうすり身にして、あ、なんか多い感じ。これをすり身にしてオートミールに混ぜて、オートミールも水もたくさん多めに入れてね。うちの子はまだね、どうも固形物ね、おいってなっちゃってね、まだやっぱりね、本当は鉄分とかが足りなくなるから、ブロッコリーとかね食べさせたいんですよね、鉄分豊富なね、食べさせられないので、そう、このくらいもすり身にしてオートミールに混ぜて食べさせてみます。はい、あ、ベビー待ってるのでね、
あれなんか潰したらどっか行っちゃった感じ。じゃあこれで食べさせてみます。はい、じゃあこれね、すごく緩めに溶いたオートミール、これね本当にちょっとだけ、ちょっとこのくらい、このくらいでいいか、このくらいを、ここの部分だけちょっと、もうちょっと緩めた方がいい。これいってみたいと思います。で、黄身は OK なのでね、黄身はまた後でね、オートミールに混ぜて食べたいと思います。じゃあ本当にここの部分だけもう少し緩くしちゃおうか。これを、じゃあ皆さんが一口二口でやめろって言ってたんで、私は3口ぐらいにしてみようかな。なんで、いや、アメリカ流じゃないけど、アメリカがそうなのか分かんないですけどね。分かんなくなっちゃったね。もうちょっと入れとく、まあ、こんな感じでいってみたいと思います。はい、では皆様、白身チャレンジいくよ。やっぱ緊張すんで、初めて、なんかあれだけコメントが来たので、やっぱりすごい慎重にいきたいと思います。わあ、これ白身入ってるよな。頑張ろう、ドキドキしちゃうな。はい、あん、白身分かった。ちょっと待って、そういうリアクションしないで、イエプーとか言わないで。じゃあ二口目いきます。もうこんなぐらいだから、本当に二口って。もはい、三口いってちょっとストップしとこうね。あ、怖いや。はい、じゃあ三口でストップしとくよ。はい、あ、卵の白身分かっちゃった、こうなっちゃってる。飲み込んで。じゃあこれで少し様子見たいと思います。様子見ようね、様子見よう。じゃあお利口だったからヨーグルト食べとこうか、ね、じゃあ様子見てみます。はい、じゃあ今ね、白身三口だけ食べたので、おい、もっとくれよっていう感じなので、ヨーグルトにしておきます。ヨーグルトね、これいつもね、スプーンで3杯くらいなんですけども、最後なのでね、このままね、ヨーグルトは大好きなんだよね。はい、どうぞ。あん、おいしいね、ヨーグルトはね。おいしいね。ちょっと皆様にもおいしい顔が見えるように、もっと近くで。はい、はいはいはい、あ、うん、おいしい。ハンハンハン、できたん、ヨーグルト。いやー、はい、どうぞー。はい、ヨーグルト大好きだね。これ卵のリアクション出るのどのくらいなのかしら。今日一日待った方がいい。なんかあれちょっと少なかったかな、あげるの。わかんない。んということでね、卵の白身がパスできるかで、パスしたらね、黄身と白身一緒に、あ、黄身と白身も一緒にやってみればよかったのかな。まずまずまず、そうだね、ごめんごめん。はい、食べたいですよね。はい、どうぞ。はい、ということで頑張っております。皆様低い体勢から失礼いたします。ですね、はい、卵をね、食べてから、6時間経ちました。卵は揚げたらすぐ反応が出るか、
数時間で出てますとか言ってきたじゃん。おい、近い近い近いよ、近い。近いから、近いよ、近いから。この通り元気で、近い近い、近い、近いよ、近いよ、わかったよ。なんで戦闘態勢なんですか。はい、はいはい。ということで、元気でーす、元気でーす。ね、大丈夫だったね。ね、元気ですよー。あ、近い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 、近いから、わかった。ということで、卵もパスしましたー。白身も黄身もでーす。やったー。次はですね、ウィート、小麦、私、小麦のね、クリーミーシリアル、クリーミーウィートシリアルでトライしてみようかなと思うんですけれども、頑張ります。頑張ろうね。ちょっとずつね。イエース !OK! では皆様、チャンネル登録お願いして、歌さん。チャンネル登録、よろしくお願いします。イエース、よろしくお願いします。はい。よかったね。頑張ったね。はーい。じゃあどうもー。